夏といえばカブトムシやクワガタ。こちらのイベント会場では昆虫と触れ合うコーナーがあり、朝から大勢の家族連れでにぎわっていました。カブトムシ触るのが楽しかった。アルコール消毒とマスクだけは絶対するようにしていました。名古屋駅七ちゃん人形前に行列ができています。こちら臨時の抗原検査所です。愛知県は帰省などで移動が増えるお盆休みの期間に合わせて、名古屋駅前の七ちゃん人形横など5カ所に無料の抗原検査場を臨時で開設しています。息子がサッカーの試合に行くので、それで陰性だった。3年ぶりに行動制限のないお盆休み、やはり気になるのが感染状況です。今日愛知県内で確認された新型コロナウイルスの新規感染者は1万1241人でした。お盆期間中の行動が感染状況にどう影響するのか、今後の感染者数の推移に注意が必要です。